はい、続きです。バイナリーオプションスペシャリスト社の浜岩先生です。これね、ヒゲが出てるんですよ、これ。だから上に上がりそうなんですよね、H4 で見ると。D1 ではまだ落ちるように見えるんだけど、どうかな。こんぐらい落ちたらね、結構2、3万は楽に稼げるんですよ。本当にね、2、3万とか5万ぐらい。10万ぐらい稼げちゃうかな。この、買い具合でね。これ本当に難しいな。で、ワンデーではもう完全にいいんだ、売るでいいんですよ。これちょっと下がるかな。これ下がらなすぎだからね。こう見ても、こんなに下がってないでしょ。ね。まだ下がりそうだと思うんだけどな。この部分でしょ？この部分見てもこんなに下がってないもんね。だから今売った段階でいいんじゃないかなと、これでね。ね、売りになってますよ。H4 で見るとぶつかってて、1時間足では上がるサインだね。困ったな。上がるサイン2つ出てますね、H4 と H1 で。厳しいとこだな。しかし逆にそれ落ちることあるからね、大きいので見てますからね、大きいのは正確なんだけど、まあ、まだこのまま置いときましょう。でも、慣れてきたらね、もうちょっと、打ちますから。これ、一口なんですよ、たった。一口でね、1ミリ食わすと、D1 なんかだともう、5万ぐらいいっちゃうね、1ミリだけで。2、3万か？楽に動いちゃうんですよ。だから怖いは怖いんだけど、複合だからね、これね。複数の複合。4つで買ってますでしょ？ 1、2、3、4、もうね、銘柄。これこうやってちょっと練習しといて、複合だね、鳴らしといて。これでやっててもね、30万ぐらいは稼げるから、月。こんなもんの投資で。でね、こっちまたライブ講座なんですけど、ね、ライブ講座なんですけど、これね、複合という、で、これでね、複合するんですよ。これで複合するの。で、いろいろインディクト、今やったのは、メタルもいいんだけどな。ああいう複合するのを見てて、今のはこれですよね。アメリカのね、あれ関係んだ。ここら辺でちょっと作ってみよっか。ここはね、複合作ってみるんですよ、これ。で、これでちょっと入れてみて、保存をね。で、クローズさせて、表示させてみますね。表示データと。で、これで、チャート表示してるね。ね。あ、こういうのが出た。で、インジケーターでちょっと見てみましょう。新しいね、通貨国合成してみましたけど、複合でね。これだと、ちょっと太めで見ないと見にくいんで。
ね、これね、こんな感じね。ね、どうでしょうか。こんな感じね、複合でね。で、今入ったとこ上がるときですね、だいたいね。だから、これあんまりよく、いいときじゃないね。上がるときで突っ込んだとこだからね、これ上がるときなんだよね。こうガチャガチャガチャ、またガチャガチャっていきそうなんですよ。こちらの方は、これは通常の通貨だから。これね、スプレッダーを攻めないからね。買った時の通貨だと。ね、こう。ちょっと太めに、これめんどくさいな。初めから太めに。ね、これも入りだから上がりそうですね、まだね。だから、ちょっとまだ取引するのが、今こちらの株の方ですね。株の方また上がっちゃったね。マイナス2000円ぐらいでいってね。気をつけないとね。こっちも別の口座ですね。口座番号違います。ちょっとライブです。本番です。これもライブ口座です。FX はね、あんま時間がなくなるね。またこの後にちょっと説明します。これも難しいかな。